いろんなニュースがありますけども、ホリエモンさんのロケットもね気になりますが、早水さん、はい、気になるニュースいかがでしょうか。はい、まあ相次ぐ辞任問題ですかね。はい、稲田元防衛大臣に関しては、まあこれね、日報の隠蔽問題っていう風なものが出てきているんですけど、ちょっと巻き込まれた感もあるかなっていう感じなんですよね。ご本人の責任とはちょっと違うところで、いわゆる今回の問題って、まあ、背広組と言われる、まあ、実際防衛省の事務方の人たちのことを呼びますけど、一方で、自衛官幕僚なんかのことを制服組っていう言い方をしますよね。その対立があって、まあ、今回どうも、日報データ陸自に保管されていたという報告に関してはこれ、あのリークがあったと、陸自の側からと言われています。となると、まあそのいわゆる首を切るっていう時にね、事務方だけ首、あのいや制服組だけ首を切られて、事務方だけはそうならないのはおかしいっていうところで、これリークがあったんじゃないかと。で、そこにさらにトップ、一応これ、あの、制服組に入るんですけど、またちょっと官邸側というかね、うん、違う、勢力になるところで、稲田さんが、まあ、稲田さんもそこでね、まあ、いわゆる防衛問題に対しての、あまりにも、素人すぎるっていうことを指摘され続ける、実際そうだと思うんですよ。まあ、そこで対処の仕方が、なかったというのも、まあ問題なんですけど、まあそこの制服組対、いわゆる背広組の、まあ昔対立ってね、ずっと構造的にある中で、まあそこに巻き込まれたところは正直あるんですよね。で、ポイントはこれ、内閣改造前であるというところなんですよね。どっちにせよ8月の組閣の時に外れるでしょって言われていた部分とかもあるんですよね。で、僕らこれね、今、まさにミサイル問題もありますし、スプラトリー諸島、防衛関連の問題すごい抱えている状況で、まあ、防衛大臣ぐらいね、ぐらいって言い方しますけど、仕事できる人選んでほしいよって思うじゃないですか。とはいえ、内閣の人事って、例えばこの今、支持率下げている時期だから、ちょっと外、対外的にもね、ちゃんとした人選ばなきゃっていうふうになるかと思いきや、これおそらくならないんです。なんでですか？これ内閣の人事って、まあ、適材適所って僕らが求めるものよりも、まあ、党内のバランス、長年尽くしてきた人に対する、まあ、論功行賞って言い方しますけど、ご褒美でみんな、よだれ垂らして待ってる人たちいっぱいいるんですよ。大臣のポストを。で、僕らちょっと素人目に見てみるとね、今、支持率下がっているし、その、何やっても批判されそうな状況で大臣なんてなる人いるのと思うんですけど、あんまりそこね、考えないらしいです。もうとにかく、とりあえず一回大臣のポストに就きたいってことですか？そう。やっぱ地元とかにね、政治家って、やっぱりその、いつも大臣って僕らは国会で追及されてたりするのを見るんですけど、やっぱ地元行けば大臣ですよ。そうか。で、元大臣っていうだけでやっぱ格がね、随分上がったりするっていうところで見ると、まあここしのいどけば、今しのいどけば後からね、まあ大臣としての旨味の方が多いですよねっていうことなんですよね。けど今って思うじゃないですか。今は、ここ安倍政権のね、いい時にやるのと悪い時にやるの違うんですけど、逆に今回の方が支持率が落ちているからこそ、そういう論功行賞的な、いわゆる党内バランスを取るような組閣が行われる可能性が高い。そっか、党内をこうしっかりと運営できるように、あのここ大臣のポストを渡すからちゃんと協力してよっていうことが起こりやすいってことですか？そうですよね。まさに。マジかよ。自分の派閥の中から、あの人気があるときはいっぱい出せるんです、ただそうじゃないときは、まあ他の第2第3の勢力なんかが今生まれてきていて、そこにポストを上げないとなんだよって言われちゃう。ただね、これ僕ね、自民党の凄さだと思うんですよね。あれだけやらかしちゃう人たちばっかりなのに、それを堂々とやるであろうこと。それって、今のでいうこと、あの話で言うと、組織のガバナンスの問題で、じゃあ一方ね、民進党どうなんですかっていうと、自民党のそういうね、そのバランス取りだ、党内バランスだけに偏った組閣が、必ずしも悪いことに見えないっていうところがあって、だって今回ね、その、蓮舫さん、明らかにやっぱり、その後、ポスト蓮舫、どうするの？そうですね。どうなる
んですよね。なんか策があって、ね、こう蓮舫さんこのタイミングで辞任したのかなと思ったんですけど、なんかあんまり聞こえてこないし見えてこないですよね。そう、準備がないままなんか急に辞めたってイメージがね、ね、そもそもなぜ今回そのなぜこのタイミングと思うじゃないですか、その前に野田さんが辞めています、これ野田さんって、まあ、非常にねその蓮舫さんの、まあ、派閥という意味では支持者なんですよ、でそこがまあ責任を追及されて辞めて、その後に誰か幹事長のポストに入れば、私が蓮舫さんをあの後ろからね支えますよっていう人がいれば問題なかったんだけど、野田さん辞めた後に誰もそこにいないから、一歩前に出てた蓮舫さんも崖っぷちで切り離されちゃったんですよね、そんなポジションだったんですか蓮舫さんって。そうなんですよ、なのではいはいって私がでやりますって言って出たら後ろに誰もいなくて、そんな組織のリーダーに次誰がなるんだろうっていう。うわあ、難しいですね。じゃあ民進党のリーダーを決めるのは、ダチョウ倶楽部的な感じですか。どうぞ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 って言ってまた崖から落とされるのかってなっちゃうと、でしかも外から見るとね、なんかそのこれだけチャンス自民党の支持率が落ちていてっていうふうにも見えるんですけど、まあ一方でそういうガバナンスがない党の中で、しかもまあ、僕らが知っているようなね、今民進党の、いっぱいいたんですよ、飛車も角も、あの本当はそこポストなる人、ただどうしても新しいことをやる感じになる人っていないくないですか。確かにまた岡田さんが出てきたりとか、前原さんが出てきたらまたそれ前の民主党じゃんみたいなことになりますもんね。江田健二さんとかもあれいつの間に民進党っていう次もどっか行かられるんですかって感じもしちゃうし、まあ実は枝野さんとかまだ代表になってないとかあるんですけど、これね古顔な感じしかしないんですよね。そうするともうこれ新しい顔を見つけてくるしかないんだと思う。新しい顔、はい、新しい顔、あのスピードの残された3人の中からですよね。誰ですか、はい、その今井さん以外のスピードを連れてきて連れてきて、じゃもしかしたら上原貴子が民進あ、タカコ派ですか。タカさん派ですね。人絵推しですか。それちょっとレアな。まあ、レア、まあ、当時からの、ね、人気で言うとちょっとね、他の3人とは違う。あ、そうですね。あともう一人誰だっけ、島袋センターですね。そうだ。はい、まあ、冗談なんですけど、新しい顔をね、じゃあ外から連れてこれるのってなると、まあ、いわゆる政治経験がありながら、今まで民進党とは関係なくても、おっていう人たちを連れてくるとか、まあ、それかなりね、まあ、大逆転。あ、いますかね、誰かね。大文句あれですかね、不倫をしないスピードですみたいな。まあ、スピードだった場合ですよね。まだスピードにこだわります。でも、本当いないんじゃないですか。今本当民進党は一つになってその与党に対してねいろいろと物申してほしいところではありますけどね。僕ら民進党一つになれっていうふうによく言うんですけど、逆にさっきね自民党があれだけ派閥があってバランスを取って一つの党として成立しているっていうことが強さだっていう、ガバナンスなんだっていう話をしましたけど、民進党も一つになる必要なかったんですよ。ちゃんとガバナンスができるような政党の運営というか組織、そのまあいわゆるねサポートに入るようなね、将棋で言うとどこに配置するかなんですよね。前に出した角をサポートする金とか銀とかがあって食べられない、一歩引いた瞬間に食べられちゃうと相手のものになっちゃうみたいなところって、やっぱ政治家のもうこれねセンスとしか言いようがない。これだけ攻められてっているというか、支持率を落としている中で、党内バランスしか考え、まあまあ、まだわかんないですよ。どういう組閣になるか。ただそうなるに違いないんですけど、それこそが自民党の強さ。はい、でも確かなんか自民党の今のなんか支持率がものすごい起きても、あ、落ちていても、他にまたなんか変わってくれそうな党もいないって、ね、今なんか日本どうなっちゃうんだろうっていう。すごいですよね。こんなに舵取りがいないって不安ですけどね。しかも私さっきちょっと思ったんですけど、はい、話戻りますけど、そのなんか大臣がいちいちこう不祥事があって、結局その政治家としてどうかっていう人が選ばれちゃってるなってイメージもあるんですけど、はい、そもそも例えば法務大臣だったら法律、その防衛、
大事だった防衛に関してものすごい研究を尽くしている方とか、はい、その知識がとても深い方がなられるという人事ではないんですか、そもそも。かつてってそうでしたよね。そうですよ、そうあるべきですよね。民間の人がなっていいわけですよね。あ、まあ、それもあるんですけど、どちらかというと、まあ、それをずっとね、農政族とか族議員って言い方しますけど、そこに関わってきた人が大臣をやるようなね、ことをしてきた時代ってあるんですけど、そうするとそこに利益とか癒着とかが生まれて、まあ、それ良くないから、むしろそうじゃない人たちを連れてこれるような形に政治って変えてきたはずなんですよ。なんかそれがね、例えば、いわゆる防衛大臣の決め方もそうなんですけど、あまりにも防衛の側について現場の意見は分かってると、まあそっち側についていっちゃうよりもブレーキをかける人が必要なんだ。文民統制っていう言い方しますけど、そうすると素人の方がいいじゃないかって考え方もあるんですよね。あまりにもど素人だと、これは問題がありましたって、まさに今の話なんですけど、そこは非常に難しいところ。あまり大臣がべったりであることに対して一回僕らはノーと言ったはずなのに、またそこに戻すんですかっていうことも、これ問題はありますよね。石破さんが各大臣をやった時、農林水産大臣やった時とか、防衛大臣やった時に、なんか僕はその対談した時に、めちゃめちゃ勉強して、その省庁のことがもう大好きになるぐらい研究したをして、大臣ってようやくやれるんですよみたいな話を聞いて、僕はなんか石破さんが好き嫌いは置いといても、大臣としてのスタンスとしてはすごくいいなと思ってたんですけど。まあ、オタクですからね。キャンディーズのファンクラブからキャリアを始めたっていう意味では、勉強してそこの専門家スペシャリストになっていくことって非常に大事なんですけど、やっぱ政治家って忙しいんですよ。まあ、なんで忙しいかって勉強会とかしてるからっていうのもあるんだ。振りもしてますけどね。まあ、本来、うまく勉強会の中でね、ちゃんと知りながら、とはいえね、やっぱりその、ポストっていっぱい回り振られるのが、まあ、バランスだったりすると、まあ、何の大臣でもいいですっていう人たちがいるからっていうのもね、これも。とにかく大臣だよ。